今日は加須市に来ております。これからこの梅の木の、伐採を行います。これから始めます。今日は加須市に来ております。ここにあった梅の木の伐採が終わりました。梅の木がなくなり、さっぱりしました。切り株が、こんな感じでなっております。だいたいそうですね、2メートルぐらいの木で、伐採しますと、5000円くらいです。